こんにちは。今日から楽譜の仕組みについて勉強するよ。よろしく。さあ見てごらん。楽譜の仕組み線と間1なんて書いてあるけど、なんだかねこれね。はい、質問です。楽譜、みんなが普段見ている楽譜には何本の線があるでしょう。チクタクチクタク、思い出してみて。じゃん。じゃあね、みんなで数えてみようか。拡大。はい、ここに楽譜の線があります。下から順番に数えていくよ。1、2、3、4、5。はい、何本だった？そうです、全部で5本の線があります。ね、楽譜って5本の線で表すんだね。それでね、それぞれの線には名前があるわけ。線の名前、どういう風に名前がついてるかっていうと、下から順番に拡大。第一線、第二線、第三線、第四線、第五線っていう風に名前がついています。これね、気をつけてね、下から順番に名前がついてんだよ。番号がついてます。上から数えちゃいけません。下から1、2、3、4、5という風に番号がついています。まあ名前ですね。さあ、じゃあ次のページめくるけど、じゃん。赤く引いてある線、これは第何線だったでしょう。5秒あげる。5、4、3、2、1。じゃん。はい、正解です。第一線でした。そしたらこれは、じゃん、赤く引いてある線は第何線でしょう。じゃん。はい、第二線でした。次、じゃん。5秒。5、4、3、2、1。正解、第三線です。さあ次いくよ。はい、これは第何線でしょう。5、4、3、2、1。ピンポンピンポンピンポン。はい、第四線でした。次はもう予想ついたかな、何が出てくるかな。じゃん。はい、これは何線でしょう。5、4、3、2、1、0。ダン。正解、第5線です。うん、じゃあ次から、バラバラに問題出すからね。3秒ずつぐらいでいいかな。いい？いくよ。よーい、スタート。じゃん。3、2、1。はい、第1線でした。次、3、2、1。じゃん。はい、第5線です。次、3、2、1。第3線でした。3、2、1。はい、第4線です。次、3、2、1。ちょん。はい、第2線でした。ちょん。はい、今日は線の名前について学習しました。ここまでお疲れさん、バイバーイ。